血友病 C、またはダイクシー因子欠乏症は、ダイクシー因子の欠乏によって生じる軽度の血友病である。血晶トロンボプラスチンセング物質欠乏症、ローゼンタール症候群としても知られる。血友病 A や血友病 B とは異なり、反省遺伝する疾患ではない。主にアシュケナジムのユダヤ人に見られる。フォンウィラブランド病、血友病 A。 血友病 B に続いて4番目に多く見られる血液凝固障害である。アメリカ合衆国では成人集団の10万人に一人が影響を受けると考えられている。血友病 C の症状と兆候に関しては血友病 A や血友病 B と異なり自発的な出血は起こらない。出血は大きな手術や怪我の後に生じる傾向がある。一方で 血友病 C の患者に起こる可能性のある症状は次に挙げるように他の形態の血友病と密接に関連している。4番染色体血友病 C は大シー因子の欠乏によって引き起こされ関節への出血が起こらない点で血友病 A や血友病 B から区別される。さらに大シー因子の遺伝子は4番染色体に位置しているため常染色体で性遺伝する。 疾患である。ただし完全なレ性遺伝ではなく、ヘテロ接合型でも出血の増加が見られる。多くの変異が存在し、出血のリスクは欠乏の重症度には必ずしも影響されない。血友病 C は全身性エリテマトーデスの患者でも観察されることがあり、この疾患では大苦しい因子を阻害する抗体が形成されるためである。血友病 C の診断は、 活性化部分トロンボプラスチン時間の延長を中心として行われる。体内で大シー因子が減少していることが観察される。鑑別診断としては、血友病 A、血友病 B、ループスアンチコアグラントやヘパリンの混入を考慮しなければならないトラネキサム酸、新鮮凍結結晶血友病に対する投薬としては、出血後の治療。 高校の外科的処置の際の過剰な出血のための予防手段のどちらの場合にもトラネキサム酸が利用されることが多い。通常、治療は手術に関係する場合を除いて不要であり、この疾患を抱える人の多くが疾患を自覚していない。手術などの場合には、新鮮凍結結晶か組換え大シー因子が利用される場合があるが、必要な場合にのみ利用される。 ありがとうございます。